コンバッチー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才投手作成、左投げ左打ちの投手、フォームは大豪月、好きな球団はバーリス君から根性丸狙いでヤクルトでやっていきたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン、星127。やる気を初手ダウン、これ痛いよな。すぐにね、戻せるじゃなくて上げたいのよ。だからまあまあまあ言うてね、ここからね、コント、選手逃げるかな、回復、選手に会いたいんや。ナイス、基本能力でコンスターはちょっといらない。球速、変化球、それか特殊能力でお願いします。さてと、ステージ終了、ステージ2箱なし、ステージ捨て2でどっちも箱ないわね、ちょっともったいないですね。変化球もなかったのがな。回復ナイス。ガンダー君、ガンダー君、ガンダー君がどっか行ってしまわれる。落とす。ガバガバかよ。いやー、ヒーリング。序盤で落とすのはマジでもったいない。球速がね、最後落ちたけども、落とすんだったら、コンサでしょ。お、新しい球種ナイス。あー、どうしよっかな、これ。こっちだな。で、箱を取ってから、ナイス、球速5キロ。はい。赤を、お、いやー、ないか。ないか、変化球ないか。だから、選手からは、そういうのダメなのよ。受け付けてないんですよ。3。少ないぜ。でも、ナイス。ない。やる気取り行きたいな。あ、守備。C。60から54。これはやる気を上げましょう。で、赤踏まずに、赤を踏まずにって言ったら赤に囲まれた。ナイス。あー、ガンダ来なかったか。コント、ガンダ。ヒーリング戻ってきたー、狙い通り。待って、1、2、3、4、5、6。これ行こうかな。やる気欲しいですね。ナイスヒーリング。やっぱり友達は大事にしよう。変化球お願いします。変化球お願いします。来るでしょう。はい、ナイン回。おい、ナイス。いや、ほんと変化球の闇なんだよな。ナイス。これね、ちょっと攻めないとね。隣、あー、まあいいでしょう。フッティ余裕ですわ。ノリノリ余裕。これ右側のね、回復までちょっとお出かけしたいね。これいけるかな。あー、ノリノリ終わっちゃったか。ちょっと攻めたんだけどな今。えい、11、下下下下、右上は一番最悪。あー、左下。あ、これ上上がっちゃうよ、上上がっちゃうよ。これ早めに追っかけよう。ナイス。おー、危ない。3、3、4じゃないね。3、3、4は理論上できないですね。うん。はい。赤、青？うわ、変化球出た。まあ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 、ちょっと位置的にきつかったから、今ので回復できてたら、行こうかなとは思った。ナイス箱。ラストです。4球種目か。悪くないね。制球力悪くないな。ナイス。スタミナ、スタミナはちょっと散らないかな。赤、やべえ。シャッフルしたくねー。拾う、球速強化。赤鬼2つでしょ。わあ、でもこれ3つ踏むのって結構な勇気。
変化球落とすような気もするんで、吹っ飛ばしがあるよ。変化球落とすじゃん。変化球を落とし落としなんだけど、スタミナはここで上がるから 1,2,3,4,5,6,7,8 やれることが。いやーでも強いな。てい、ナイス。最後ここいけるか。 1,2,3,4,5,6,7,8 足んねえや。うわー、急速いきたいけどね。ヒーリングが動きません。あれ持ってるよね落として戻ってきたよな。残念。まあそれでもね、いいピッチャーですね。球速があって変化球が1313ということで、いかがだったでしょう。特能なし。それでは名前設定いってきましょう。はい、名前設定してきました。名前星576からコナローくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。基本能力いい感じなんですが、特殊能力ありません。果たしてこの子がどれだけ踏ん張れるか、オートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。防御率 2.16。 この能力、特殊能力なしでよく頑張りました。第2位です。惜しかったね、ベンツマンに負けてしまった。で、19勝、こちら最多勝で、ここギリギリ勝ちました。最優秀勝率のタイトルもゲット。コナローくん頑張ってくれて、2冠風2冠投で確かこれは沢村賞ゲット。クオリティスタート 82.8% 高いんですが、ベンツマンとね、大野さん 91% バケモンでした。負けました。で、ハイクオリティスタートは 58.6% と。で、奪三振231個、 10.1 の奪三振率、もうこれはね、文句なしのタイトルゲット、奪三振王ということでね、頑張ってくれました。あとの数字はこんな感じで、KBB4.44、綺麗なゾロ目。ということで、今回のコナローくん、取ったタイトルは、最多勝、最多奪三振、最優秀勝率、沢村賞、新人王、ベスト9の合計6個でした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。